御免町より鏡川橋まで。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。危険物は持ち込まないように願います。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。この電車は鏡川橋行き、鏡川橋行きです。次は御免東町、御免東町。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。次は御免中町、御免中町。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。次は御免西町、御免西町。原平と世界のオルゴールの館は電車御免町終点にございます。ご家族連れでぜひご来場ください。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。後ろからご乗車願います。次は東工業前、東工業前。料金は長崎まで大人100円、お子様50円です。釣り銭のいらないようご用意ください。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。次は住吉通り、住吉通り。お降りの方は近くのボタンを押してお知らせください。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。次は篠原、篠原。運転免許は南国自動車学校へ、北へ200メートルです。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。後ろからご乗車願います。次は小米通り、小米通り。進行中事故防止のため、やむを得ず急停車することがあります。ご注意ください。便利でお得な回数券を運転席で発売しています。停車中にお買い求めください。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。次は長崎、長崎。両替の必要な方は停車中運転席で両替いたします。お年寄り、お体の不自由な方の優先席にご協力願います。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。次は妙見橋、妙見橋。これより運賃区間が変わります。料金は過去まで。整理券番号8の方は190円、7の方は100円です。釣り銭のいらないようご用意ください。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。後ろからご乗車願います。次は一条橋、一条橋。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。次は清和学園前、清和学園前。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。次は大津両席通り、大津両席通り。高知クリニック、胃腸科、内科、小野肛門科、胃腸科、外科前。北へ歩いて3分です。ご利用の方はこちらでお降りください。お香高校へ行かれます方はこちらでお降りください。鏡川橋行き、
鏡川橋行きです。整理券をお取りください。危険物は持ち込まないように願います。次は北浦、北浦。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。後ろからご乗車願います。次は船戸、船戸。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。次は加古、加古。高知城東病院、高知城東病院前です。料金は釣り銭のいらないようご用意ください。両替の必要な方は停車中運転席で両替いたします。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。次は為島通り、為島通り。これより運賃区間が変わります。料金は千代町三丁目まで、整理券番号8の方は260円、7の方は190円、6の方は100円です。釣り銭のいらないようご用意ください。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。危険物は持ち込まないように願います。次は東新義、東新義。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。次は新義、新義。土佐女子短期大学は信号を北へ100メートル上がったところです。国民年金保険料の納付方法は、お得な全納、便利な口座振替をお勧めします。手続きは社会保険事務所か、各金融機関窓口でどうぞ。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。次は、ケラ通り、ケラ通り。ベルモニー平安閣グループのベルモニー会館は、歩いて3分、南国バイパス沿いです。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。危険物は持ち込まないように願います。次は、文殊通り、文殊通り。村上外科、胃腸科、南へ100メートル、バイパス沿いです。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。次は、高須、高須。青木脳神経外科、形成外科をご利用の方は、こちらでお降りください。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。次は、県立美術館通り、県立美術館通り。総裁会館、新月期前です。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。次は、西高須、西高須。整形外科、リハビリテーション科、内科、胃腸科、ポスピスの高知厚生病院と小児科の厚生子どもクリニックはこちらでお降りください。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。後ろからご乗車願います。次は、かずら島橋東詰。かずら島橋東詰。国民年金保険料の納付方法は、お得な全納、便利な口座振替をお勧めします。手続きは、社会保険事務所か、各金融機関窓口でどうぞ。
鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。次は千代町三丁目、千代町三丁目、秋沢内科前、北へ50メートル左側です。ドコモショップ高知東店は、千代町三丁目、電停南へすぐです。料金は、お降りの際、整理券と料金を、運転士のお店の上、料金箱へお入れください。定期、乗車証の方は、運転士にお見せください。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。次は、千代町、千代町。これより運賃区間が変わります。料金は、整理券番号8の方は400円、7の方は340円、6の方は260円、5の方は190円、4の方は180円です。釣り銭のいらないようご用意ください。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。危険物は持ち込まないように願います。次は、千代町2丁目、千代町2丁目。厚生年金、国民年金に関するご相談は、第7駅前観光ビル2階、高知年金相談センターへ。ご相談は無料です。お気軽にどうぞ。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。次は、千代町1丁目、千代町1丁目。手作り、焼きたて本格派、パンとケーキの込みベーカリー前です。歯槽膿漏、入れ歯、顎の痛みでお悩みの方は、清涼ハイツ1階、岸本歯科、インプラント相談もお受けいたします。お降りの方は、お忘れ物のないようご注意ください。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。次は、宝永町、宝永町。細木眼科、細木コンタクトレンズは、歩道橋北へ100メートル、すぐ東です。高知プリンスホテルは、ご宿泊はもちろんのこと、大小宴会から各種パーティーまで、お客様の大切なひとときを演出いたします。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。後ろからご乗車願います。次は、サインバッジョー、サインバッジョー。大切な資産の運用は、高知橋電停前、農林中金の投資信託。投資信託をぜひご利用ください。お年寄り、お体の不自由な方の優先席にご協力ください。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。ご乗車ありがとうございました。次は、播磨屋橋、播磨屋橋、電鉄ターミナルビル前です。松本皮膚科、泌尿器科は、都電バスターミナルを南へ30メートルです。料金は、整理券番号8の方は400円、7の方は340円、6の方は260円、5の方は190円、4の方は180円です。高知駅前、桟橋方面お越しの方はお乗り換えです。お乗り換えの方は、料金と整理券を料金箱へお入れの上、乗り換え券をお受け取りください。お降りの方はお忘れ物のないようご注意ください。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。危険物は持ち込まないように願います。次は、堀爪、堀爪。思いやり、ちょっと勇気の献血ルーム。電停北側、
赤十字血液センターハートピア山桃。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。次は大橋通り、大橋通り。石丸コンタクトレンズは南へ80メートルです。整形外科、内科、歯科、口腔外科のサンサンクリニックは大橋通り電停南へ5分です。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。次は高知城前、高知城前。小児科、内科、リハビリテンション科の南病院は南へ50メートルです。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。後ろからご乗車願います。次は県庁市役所前、県庁市役所前。預金もローンも安心の銀行、老金にご相談ください。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。次はグランド通り、グランド通り。浅井内科、小児科、胃腸科病院入り口です。もっと素敵に、もっと魅力的に、黒岩メガネ。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。次は増形、増形。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。後ろからご乗車願います。次は上町一丁目、上町一丁目。龍馬誕生地前。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。次は上町二丁目、上町二丁目。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。次は上町四丁目、上町四丁目。厚生年金、国民年金に関するご相談は第7駅前観光ビル2階高知年金相談センターへ。ご相談は無料です。お気軽にどうぞ。お年寄り、お体の不自由な方の優先席にご協力ください。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券を取りください。後ろからご乗車願います。次は上町五丁目、上町五丁目。胃腸科、循環器内科専門の川村病院をご利用の方は南へすぐでございます。お降りの方は近くのボタンを押してお知らせください。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。危険物は持ち込まないように願います。次は朝日町一丁目、朝日町一丁目。泌尿器科の藤田クリニックは朝日駅前電停より東へ50メートルです。鏡川橋行き、鏡川橋行きです。整理券をお取りください。次は朝日駅前通り、朝日駅前通り。渋谷内科、胃腸科、リハビリテーション科は北へ150メートルです。日産グリーンショップ高知日産プリンスは新しい車の夢をお届けするとともに、環境を大切にする頼れるカーディーラーです。一番好きな日産へ、高知日産プリンス。
相模川橋行き、相模川橋行きです。整理券をお取りください。次は朝日町三丁目、朝日町三丁目、皮膚薬、漢方薬、地のご相談は真心込めて健康づくりのカモメ薬局へ。相模川橋行き、相模川橋行きです。整理券をお取りください。次は蛍橋、高知西社会保険事務所は東へ30メートルです。相模川橋行き、相模川橋行きです。整理券をお取りください。ご乗車ありがとうございました。次は相模川橋、相模川橋、この電車は相模川橋止まりです。料金は整理券番号8の方は400円、7の方は340円、6の方は260円、5の方は190円、4の方は180円、3の方は100円です。朝倉、井野方面お越しの方はお乗り換えです。お乗り換えの方は、料金と整理券を料金箱へお入れの上、乗り継ぎ券をお受け取りください。どなた様もお忘れ物のないようご注意ください。